カチュウというポケモンじゃ。かわいい、最高じゃないですか。ピーピチュウ。それはまだピカチュウがピチュウだった頃のお話。サトシと出会う前、ピチュウは森で一人ぼっち。でも、ある日、家族ができた。ピチュウ。出会いと別れがピチュウを少し強くする。新アニメ「ポケットモンスター」第1話。ピカチュウ誕生。ポケットモンスター主題歌情報。新シリーズのオープニングテーマはアフターザレインが歌うワン・ツー・スリー。この楽曲の全面プロデュースを担当するのは若者から絶大な支持を得るマクマク。この楽曲を数々のアーティストたちが歌い継いでいくぞ。エンディングテーマをプロデュースするのはポケモン音楽の生みの親、ゲームフリークの増田純一さん。どんな楽曲に仕上がっているのかオンエアをお楽しみに。そして来週の第1話の放送から5週連続プレゼントキャンペーンがスタート。毎週のオンエアをチェックして豪華商品をゲットしよう。新シリーズポケットモンスター、サトシとピカチュウ、そしてゴーとヒバニー、2人の主人公と2匹の相棒が織りなす大冒険、いよいよスタート。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。